それでもう終わりっすか。うん、でポストサービスで塗って。僕ちょっとコンビニで飯食ってくるです。僕あ、食ってくる。あ、いいよ、食ってくれ。とりあえずは食わないです。まあ、もう塀塗ったら終わりだでよ。やっちゃうわ。わかりました。もうそんなに時間かからんでよ。じゃあ僕先休憩していきます。あ、いいよ。はーい。お疲れ様です。今ですね、寺岸さん、ちょっと面白い塗装職人さん、親方さんがいるんですけど、その人の現場行ってきて、でなんか観光検査がちょうど行われててですね、お昼ご飯を食べてないって言ってて、まあ、ちょっとかわいそうなんで、さすがに僕だけちょっとご飯食べるわけにいかないんで、ちょっと勝手にピザをちょっと頼んでやろうかなと思って、でその時に、まあ、塗装の親方はちょっとどういう反応するのか、あれちょっとモニタリングしていけたらなと思っております。はい、じゃあ早速頼んでいきましょう。お電話ありがとうございます。ピザナポリでございます。あ、もしもし、お忙しいところすいません。はい、ピザの配達ってやられてますか。ご注文でございますね。そうですね。はい、現場の職人が今注文してるんですけど、あ、なんでそこに持ってきてもらえたら、職人が寺岸武史です。寺岸様。あ、寺岸です。そうしますと、今建設中のところでございますね。そうですね。はい、かしこまりました。それではご注文お願いいたします。トマトソースと厚切りベーコンのピザ M サイズで、であと照り焼きチキン、これ S サイズで、であと飲み物ってコーラとかあります。はい、コーラ2つ、はい、であとは、はい、ポテト10本入りで、以上で大丈夫です。はい、ありがとうございます。お買い上げが3990円になります。3990円で、はい、40分お時間頂戴しますがよろしいでしょうか。わかりました。はい、できるだけ早くお届けいたします。はい、わかりました。完璧ですね。30分ぐらいで来るみたいなんで、ちょっともう僕隠れてるんで、ちょっとね、どんな反応するか、多分払うと思うんですよ、さすがに。では払ったところで僕がね、行って一緒に食べようかなと思ってます。はい、ダッシュ。ご注文いただきました。ありがとうございます。はい。3990円でございます。お金払ったね。チキン照り焼きの S と、それからトマトソース、つぎりベーコンのと、ポテトスナモリ。やばい、どうなってんだこれ。頼んでねえぞこれ。はい、1万円お預かりします。残り1万円でございます。ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。おかしいな、これ誰だこれ。あ、コーラもですか。はい、あ、どうも、はい、ありがとうございます。どうなってんだこれ。どういうことだこれ。運命のいたずらかこれ。なんだこれ。どうなってんだわやけど。お腹すいたっすね。おどこ行っとったの。飯食いとったの。いや、ピザ頼んできましたよ。あ、おめでよ。ビビったって。ピザ食べたいです。怖えっていきなりピザ頼みましたよねって来たもんで。お腹すいたっすね。あ、ピザ食べましょうか。マジか。怖え、いきなり払うんすね。ちゃんと払うんすね。払うのはピザだろ。俺知らんぞって言ってたのに。やばいだろ。やばいっすね。やばいだろ。食べましょう。いや、いただきます。長えなと思ったんだわ。はい、昼コンビニ食うって割るには入ってこんな。全部、しかもピンマンもつけっぱなだったじゃないですか。ずっとつけっぱなじゃないですか。ああ、声入っとってめっちゃ笑ったんですもんね。びっくりわ、これはいかんて。領収書だけもらったんですか。
おお、もらった。あ、じゃあ納めておいてください。うっちゃ、俺払うんかいこれ。じゃそんな怒んないでくださいって。怖いじゃないですか。マジビビったって言う。ピザ頼みましたよねっていう。ピザ2個。2個、あれ2個。寺木さんのと僕の分ですよ。ちくしょう。はい、じゃあチャンネル登録といいねお願いします。じゃあ本当ぜひねチャンネル登録してください。あのこういうね親方さんにドッキリとかも仕掛けてきますんで。はい、仕掛けてほしくねえよ。仕掛けてほしくねえよ。はい、じゃあ動画すぎるで。じゃあまた。またねー。あざす。はい。食べましょう。待って。ビビったわけよ。